こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今回は地元市の室蘭民報よりなんですが、コロナ対策として歩道で回転賑やかにというそういう記事がございましたので、そのことについてちょっとはお話ししたいと思います。昨日の新聞なんですね、実はね。今日じゃなくて昨日の朝刊の一面の記事でございますけど、ここにこう一面に歩道で書いて賑やかにということで、やっぱりね、昨日もそうですし、今日道内の感染者が非常に増えておりましてですね、またこの非常に厳しい状況もまだ続くんじゃないかと思うんですよね。その中でそのあれですね、飲食店などを支援するためにですね、国土交通省がね、緊急6月から緊急措置として歩道や広場の専用許可基準を緩和したというこういう記事が載ってましてですね、いいことだと思いますね、これね。やっぱり工夫してなるべく密にならないように外でこう飲食できたり、すれば本当にいいあれですね、そういう感染もかなり防げるんじゃないかと思いますし、あと地元のうちの近辺のですね、飲食のお店なんかも出てますけど、7月から店の前でそのお料理出したりね、そういうなんか綿飴の販売したり、そういうことやってるお店もありますけどね、ちょっとまだ路上で飲食するっていうそのまだその携帯が浸透してないということで、まだでもこれも大事なことと思いますね。やっぱり知恵出し合っていろんなことを挑戦してですね、なんとか乗り切って頑張っていただきたいなと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。